世話になってます。伊藤と。畑中で。オズワルドです。お願いします。お願いします。はい。はい、赤ペン先生。はい。はい。伊藤の熊本スペース日曜営業スペースキャバクラのツイートがニュースになってました。すごいね。これをなんでニュースにするの？なんていうニュースになってるんですか、これは。いや、もうそのまま、なんか、うん、熊本スペース日曜営業スペースキャバクラのツイートにファン仰天とか書いてたけど、何が仰天なんですか？いや、その、今ね、あの、ラジオブースにいますけども、はい。ちょっと前まであの、熊本に行ってまして、我々。そうです。空気階段とツーマンライブ、ツーマンっていうかそのトークライブか。カニというね。うん。で、それが昨日で、で、一泊して、はい。今日はね、ちょっと熊本観光というか、をして、もうすぐ弾丸で。まるもろやりながらね。やりながらね、帰ってきて。でもこれはツイートしたら、うん、すぐ連絡くれて熊本の皆さんが、DM、電話番号も送ってくれた人いたけど、うん、でも結局なんか、知り合いに教えてもらったとこ行ったんでね。うん。まあ、その話とかも後でちょっとあれですけど。はい。ちょっと楽しかったな、熊本。いや、最高でしたね。うん。で、本来の目的がようやく果たせてますよね、うん、空気階段と。カニというライブは、ちょっとその、地方というかね、遠くでライブをやりつつ、うん、ちょっと旅行も一緒にしようじゃないかという。そう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 。で、これをね、なんか、一応動画とかね、回してるんですよね。うん。で、何かしらに使うとは言ってるんですけど、何になるかがまだ分かってない状態というか。じゃあ昨日ライブやって、泊まって、うん、で、お昼みんなで集まって、うん、で、夕方ぐらいまで、その、平島さんがね、うん、スマホでこう、僕らの旅をね。車で行ってさ、車の車内とかさ。そう、作家の平島さんね。うん。いろいろ行って、それを何かには載せる予定なんで、何に載せるかさっぱりわからない。もう、媒体もわからない。媒体も何もわからない。尺もわからないし、ね。YouTube なのかその配信なのか動画なのかちょっとわからないんですけども。じゃあその、うん、バチバチそのタバコ吸ってるところとかも撮ってるから。基本タバコ吸ってるか、だったね、うん。だからあれじゃない、うん、その、テレビとかではないですよね。うん、そうね。まあ、ちゃんとあの、コンビニのね、うん、喫煙所とかで吸ってたんですけども。はい。うん。いや本当に今熊本から帰りたてです。我々は。ちょっといろいろね、熊本での話もあります、はい。まずじゃあタイトルコールいきましょうか。はい。ほら、ここがオズワルドさん家。あの家のおじいさん、実はおばあさんらしいよ。はい、ラジオネーム、ノルウェーバックさんからいただきました。はい、これもううちの母ちゃんがもう思いっきり言われてますから。え？おじいさんって？うちの母ちゃんはあの、ニッカポッカ入って、塗装業をやって、屋根の上塗ったりしてるから。ああ。そう。だ子供たちに、おじさん今何してるのって。でも髪長いでしょ？ん？まあ、いるか。あのぐらいのセミロングぐらいの。うん、そう、ね。で、やっぱりその、ニッカポッカ入ってる女の人があんまりいないから、うん、多分イコールおじさんみたいな感じなの、子供からしたらね。たまったもんじゃない、ね、あとちょっとだけ髭生えてるから、うちの母ちゃん。いやいや、お母さんってそういうもんよ。うん。お母さんって生えてるもんだから。そう。お母さんってちょっとだけ、ちょっとだけ生えてるね。薄く、ね。薄いね。細かいやつね。あれ、おばあちゃんとかでも、がっつり生えてる人もいるよな。おばあちゃんの方が太いの生えてるかもしれない、ね。なあ。俺ぐらいのおばあちゃんいない、多分。てか、さすがにされないけど。まあ気にしないんだよね。おばあちゃんって脇毛生えてたっけ？え？え、生えてなきゃおかしくない？え、なんで別に。女性ってさ、すんじゃない、おばあちゃんの、脇毛生えてないんじゃない？みんなあの、レーザーとかでさ、うん、処理して綺麗になってる。いや、レーザーっていうか別に、若い人はさ、いや、脇毛処理みたいなのは別にどの世代でもやってたよ、昔。いや、でも、その最近の技術だから。いや、生えてないって、おばあちゃん。いや、おばあちゃんの脇見たことないかも。いや、母ちゃんも生えてないよ、だって。生えてない？生えてないよ。お前の母ちゃんだけだよ。剃ってるってこと？え？剃ってるってこと？剃ってるよ。お前の母ちゃんも剃ってるって。いや、俺の母ちゃんの脇も見たことないかもな。いや、絶対剃ってるよ。え、お母さん、おばあちゃんで脇毛処理してるから。おばあちゃん脇毛ないって、絶対。え、じゃあ処理しなきゃあるでしょ、普通。いや、処理してるっつーの。するおばあちゃん脇を。いや、するよ、脇毛。何で TG とかでやるの？いや、TG とか、なんかいろいろその、昔からやってきた自分なりの処理の仕方があるんだろ、脇毛。いや、そうか、脇毛がない方がいいみたいなさ、感覚あるかな。感覚あるだろ、絶対。いや、でも見たことないかも、おばあちゃんの脇毛。見たことないからでしょ、脇を。今度おばあちゃんちょっとじゃあ連絡ください。脇毛がどんな感じか。生えてるか？うん。僕、私のおばあちゃん。おばあちゃん。脇毛が生えてるか。見たことない。実は注目したことなかったかも。まあまあ、もしね、近場にいたら教えてください、はい、じゃあ。さあ、熊本行きましたけど、どうでした、はい、いや、ちょっとね、初めての熊本でした、僕は。僕もです。うん。いろいろね、ライブとかでも、どこ行った方がいいですよ、みたいなさ。うん。で、大拓さんね。はい。僕の先輩の、大拓さんというコンビの、うん。第3から、熊本行くんだったら、うん。文龍。うん。
文流というラーメン屋、うん、そこは食った方がいいぞと言われてて、はいはい、でお昼ぐらい集まってね、まずはその文流を目指そうっつって、2日目ね、そうライブ終わって、うんうん、で文流行ってきて、あの結構行列できててね、うん、やっぱすごかった、うん、開店前からもでめちゃくちゃ美味しかったじゃないですか。そうね、うん、油がもうすごい、あの本当にね、なんだろう、パワー系のラーメンというか、なんか豚骨ラーメンに近いけど、またそれともちょっと違う、そうね、麺もちょっと太めで、そうそうそう、もうニンニクとかいっぱい入れてみたいな、うん、で背脂すごいたっぷりみたいな、もうドロドロよ、ドロドロでめちゃくちゃうまかった、めちゃくちゃうまかった、うん、うん、でそっからそのちょっとね、あの阿蘇山、はい、阿蘇山車で行きましょうってなってね、うん、そっから1時間ぐらいかかるのかな、で結構このぐねんぐねんのさ、はい、何この道をね、うん、こう登ってって、うん、ようやくたどり着いて、そうね、もう車1台でね、ずっと空気階段と俺らと平島さん、うん、作家の、うん、で5人でずっと移動しててね、で頂上まで着いて、うん、すごい景色だったね、うん、なんていうんですか、ね、カンデラ、俺もよくわかんないですけど、なんつったっけな、うん、官房台みたいな、大官房っていう、なんかその本当に景色が山の頂上から、うん、この熊本のこのなんだろう、田園とかが、こう見えたり、うん、街の感じが見えたりとかするところで、うん、めちゃくちゃ景色良くて、うん、で、そこでソフトクリーム食べたりとかね。うん、で、この端の方まで行ってみようとか言ってさ、うん、見てて気づいたんだけどさ、うん、あれ阿蘇山じゃないらしいね。うん、そうなんだ。びっくりしたよな。地図をね、開いたんですよ。うん、大観望とか目指しましょうってナビ入れてね、うん、行って頂上を登って、地図を開いたら、うん、今いるところからちょっと離れたところに阿蘇山っていうのがあって、そうそうそう、俺ら登ったのあれ阿蘇山じゃないんだよ、衝撃だってね、うん、でこれはどうします、言っていいんでしたっけ、大丈夫ですよ、さっき確認取りましたんで、確認取りました、うん、ちょっと大事件というかね、うん、うん、いやーこれはだから平島さんの名誉にも関わってきちゃうことなんですけども。っていうかね、なんか、その、分流、うん、分流ね、をね、うん、食べる前から、うん、なんかその、モグラが、なんかすごい、うんこしたい、うんこしたいってずっと言ってて。そうね、コンビニ寄るたびにうんこしてね。で、モグラのうんこは臭いって塊が言ってて。そう。で、モグラは、うん、いや、臭くねえ、みんな臭いんだよ、うんこなんて。うんこなんかみんな臭いんだよ、つって。で、最初にコンビニ寄ってね。そう。で、モグラがうんこして、うん、平島さんが、モグラがうんこした後に、うんトイレ入って、うん、くせーとか言って八代さん出てきて喜びながらなんか ね、うん、で僕らのくせーはやっぱりみたいなんで、うん、みんなでなんかキャッキャ言って、キャッキャ言ってね、うん、でその阿蘇山のね、阿蘇山じゃないけど阿蘇山っぽい山を登って、うん、その頂上でもまた僕らが帰り際にうんこしたいっつって、うん、でどんだけうんこすんだよお前とかって平島さんがね、うん、ね、でも分流がやっぱりその油が結構多いやつだから、うん、急にこう催すというか。そうね。うん。あれもうまいがゆえの代償だから、ね。モグラがもうめちゃくちゃ替え玉してさ、ご飯も食ってたから、うん、まあ相当だから溜まってたんだろうね。うん、で、その、まあ、ある程度見終わって、うん、で、飛行機の時間、今降りないとちょっと間に合わないぞ、みたいな、ぐらいになった時に、なんかね、俺頂上でその車に乗る前に、平島さんが、トイレ行っといた方がいいかな、みたいなこと言ってたね。うん。どこかなみたいな、うん、でもコンビニ寄りますよ途中で、うん、その山下り切ったら、うん、まあどっかセブンイレブンかどっか寄って、うん、行きでも寄ったところ、うん、そこでトイレありますからって言って、でなんか山をね、うん、この北に登ってきた道を、うん、下ってったんですけど、モグラと俺はね、うん、寝てたのよ、あそう、そうか、車乗った瞬間結構疲れちゃってね、そう、うん、で僕運転してたんですよね、平島さんが、うん、最初はね、道中最初は動画とか回しながらね、うん、なんか結構楽しそうにやってましたよ。うん、はたなか歌歌ってよ、コンビニエンスマン歌ってよ。いつだね、なんか陽気に回してたわ。で、俺はフルでさ、運転しながらコンビニエンスマン歌って、うん、もうみんな寝てるから誰も聞いてないよ。うん。うん、で、平島さんだけこう動画回して、うん、で、ある程度こう下ってったらさ、うん、ちょっとお腹痛いかも。言い出して。うん。うん。あ、でも、これね、どんぐらいかあんまりその感覚わかんないから、うん、知らない土地だし、うん、でも結構このぐねんぐねんの道に入ってきたから、うん、もう少しで多分下着きますよ、もう5分、うん、10分ぐらいだったね、多分下まで、うん、そう、いやでももう無理かもしれないって言って、で言い始めたでしょ、うん、路肩に止めてって言うんだけどさ、うん、まあまあその何にもないからこの道は、うん、路肩に止めてってそれどういうことですか、そも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 が路肩に止めてっていう感じだよね、うんうん、そう、え、なんで路肩に止めるんですかって言ったら、うん、もう耐えられないと、うん、俺ちょうどそのぐらいの時に目覚めて、うん、目覚めたらもう、う
平島さんが助手席でもう頭かきむしってて、うん、もう、だからもう、やばいやばい。ああ、やばいやばい、無理無理無理。無理無理って、ずっと、その声で起きたの。畑中止めてくれ。畑中。もう崖なのよ、だって。そう、オレンジのね、うん、車線でこう、追い越しとかもできないから、うん、その、路肩にまずそもそも止めることができない。止められない。だって、その一車線ずつしかないからね。そう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 、細い道だしね。うん。うん。とにかくもうどこでもいいから止めてくれ、って。途中でね。うん。ちょっとだけこう入れるスペースがあったんですよ。うん、本当に山の中ですよ、うん。別に誰の土地とかでもないようなね。もう本当の山の中、うん。そう。ちょっとだけこうなんかトラブルあった時のための、なんか路肩に寄せれるみたいなね。うん、ところで、もう行くしかないと思って俺が。うん、もうそこ入って。うん、で、平島さんが止まった瞬間に助手席から飛び降りてって。そうね。平島さん、ティッシュティッシュっつって、ティッシュ渡してね。で、山の中に消えてったんですよ。うん、平島さんが。うん。だからまあ、皆さんね、もうわかると思うんですけども、うん、平島さん、のぐそしちゃったんですよ。うんこしちゃって。うんこしちゃって。で、うん、うんこしちゃってね。うん、で、本当にね、うん、そんな行くっていうぐらい山奥に平島さんが消えてったのよ。そうね。だからまあ、さすがにその帰ってくように、もう本当に。山の民が、山に帰ってくように。ように、うん、本当に奥の方まで行って、うん、全然見えなくなっちゃった。すごいスピード行ってたもんね。そう。で、モグラと、ちょっとこれ、どこ行ったんだろう、どこまで行ったんだろうな、つって、うん。移動ちょっと写真撮ってきてよって言われて、うん、俺、見に行って、うん、平島さん。でももう本当にどっち行ったか分かんないから、うん、でも、狩りをする人の気持ちが分かるというか、うん、ちょっとだけ、ぷっとか、聞こえてくるの、うん、奥の方から。ああ、動物のなんか、足音が聞こえるみたいな感じでね。あれって、うん、この奥かなと思って、うんうん、俺、こう、竹やぶみたいな、こう、うん、かき分けて、そんなかき分けなきゃいけないとこまで行ったんだ。行ったらさ、うん、本当になんか、ちょっと光って見えたというか、もう。え、その鹿の目が夜キラッと光るみたいなこと。キラッと光るみたいな感じで。ハンターからしたら、うん、鹿の目が光ったみたいなこと。そう、本当にミーアキャットみたいな、うん、こう、首で、こうなんか、あたりを見渡しながら、うん、うんこしてる平島さんがいて、うんうん、で、俺がもうちょっと近づいたらさすがに気づいて、うん、頼む来ないでくれ来ないでくれって平島さん俺に。絶対見られたくないもんな。で、わかりました、つって、うん。で、ごめんなさいけど、それでも写真だけ撮らせてもらって、うん、で、戻って、うん、で、ちょっと、本当にうんこしてたわ、平島さんが、とかって。だからもう、もぐらからしたらね、うん、散々うんこを馬鹿にされたから、うん、うんこを馬鹿にするものは、うんこに泣くというね。そうですよ。教訓ですよ。そう。で、戻ってきてさ、うん、って、うん。いや、戻ってきて、その、うんこできましたって。うん。で、なんかもう、それも戻ってき方もさ、なんか山奥から今度出てくるわけだけど、なんかからさ、山に何年も下埋めてきたやつの出てき方してさ。何をあんな堂々としてたんですかね。うん、わかんないけど。胸張ってなんかゆっくり、春日さんみたいに歩いてきて。で、なんでこの堂々、うん、で、じゃあ平島さんもうちょっと空港もう時間ないですから、もう早く車乗ってくださいとかってさ、いや、ちょっと待って、一瞬ウェットティッシュ貸してって、ちょっとだけ、手にうんこついちゃったからとかって情けないですよ。話になんだよ。ねえ、空気からこう悲しいなんだよ。これさ、恥ずかしいよ。このね、カニがあるたびに一応、うん、こう旅行しようと思ってるんですけど、うん、もう一回あるようだったらもう平島さん首ですね。ただオズワルドさんち。さすがにこの浦島太郎とかうんこ太郎ですよ。オズワルドさんちらしいよ。改めまして、オズワルド伊藤です。畑中です。いやー、で、そのキャバクラのツイートをして、うん、何件か行ったんですけど、はい、キャバクラ。打ち上げね、みんなでやって、スタッフさんとか含めて。そうそうそう。うん、で、俺と、平島さんと、うん、社員の小田さんっていう人と、うん、音響の西川さんっていうね、男性のね。男性の方いて、うん、で、4人でちょっとキャバクラ行きますかみたいなことを言ったんだけど、うん、女性スタッフの方々も、うん、ちょっとまだ飲み足りないって言ってたから、うん、じゃあもう一緒に行くかっつって、うん、で連れてったのよ。みんなでキャバクラ。そう、女の子4人、うん、男4人、8人で。8人で。熊本の夜の街に。あんまやってなかったよね、そういうお店ね。ん？日曜だったから、あんまりやってなかったよね。いや、全然やってた、2桁。本当に？うん、あ、そう。何件かやってて、うん、で、1軒目は、割とみんなで楽しく、女の子もやっぱキャバクラ行ったことないとかつってさ、キャ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 楽しくやってて、うん、で、男性陣もやっぱその女性スタッフの皆さんがいるから、うん、いつもの感じで飲んでないのやっぱ。どういう気の使い方なんだそれは。なんか、うん、なんだろう、みんなで喋るみたいなね。ああ、なんかその、あんまりはしゃいでない感じ？そうそうそう、そう、うん。あんまり、
下世話なことも言わないと思います、うん。別に本当にキャッキャキャッキャ楽しく飲んでて、うん、で、スナック行って、うん、っていうところで、女性のスタッフの皆さんに、じゃあ皆さん、こっからはちょっと、うん、一旦男だけで行ってきますわって、うん、何それとか言われながら、うん、まあ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 、それは近くのね、うん、バーとかもあるから、行ってみてくださいっつって、うん、で、1万円だけお渡しさせてもらって、うん、別れて、で、男だけで4人でキャバクラ行ったんですよ。うんで、男4人になった瞬間にというか、うん、次の行ったキャバクラで、本当楽しかったですね、平島さんね、またあれ。ま、毎回さ、この、平島さんとキャバクラ行った時、うん、平島さんがなんか、すごい、はしゃぐというか、うん、で、次の日、うんこ、のぐそしてね。やりたい放題ですね。やりたい放題ですよ、だから。本当に。だから飲みすぎちゃったのもあるんだろうな、多分。うん、飲みすぎちゃったのと、分流でお腹、壊して結局ああいう結果になってしまったから、うんうん、だからもう本当春でよかったですよね今日はね。冬だったらと思ったら、ね、冬だったらと思ったらゾッとしますよ。冬だったらもそうだし、うん、雨だったらもそうだし、ね、雨とかもあるし、夏のね野生動物とかもあるしね、クマとかいたらとかね、うん、もうその思い出がなんかもう強すぎて全部消されたんだよ。何があったか覚えてないんですよ。もうあんだけ熊本結構いろいろ満喫した気がするのに、うん、いや、それ、伊藤の。あ、そうだよ、そう、伊藤のね、だから分流並んでる時に、うん、伊藤の姪っ子が生まれたみたいなさ、タイミング。そうですね。本当、並んでる時に妹から連絡来たんでしょ？うん。真ん中の妹がね。うん、最初はその連絡来た時はさ、うん、生まれました、みたいなこと言ってたけどさ、うん、分流食べ終わって、うん、タバコ吸ってる時になんか急に泣き出して伊藤が、涙が止まらなかった。だからさ、その冷静に考えたらさ、うん、だから俺は姪っ子が生まれた日と平島さんがノグソをした日が全く同じ日なの、うんね、だからこの日のことを後で振り返って思い出そうってなった時、うん、ね、今日何日何の日と4月そう2023 4月17日月曜日のことをふとパッと思い出した時に、うんうん、やっぱめいっ子より先に平島さんのノグソが出てきちゃうんだよ。そうね、まあ、どっちも生まれるって意味では一緒だから誕生の日ってことだね。じゃあね、そうね、今日は。いやー、曲いきます。ではここで一曲聴いていただきましょう。はい。島津綾で帰らんちゃよか。熊本出身の歌手ですね。聞いていただいたのは島津綾で帰らんちゃよかでした。この歌は、うん、両親からしたら、うん、東京に出てた
娘に対して、帰ってこなくてもいいよっていうね、すごくね、涙が流れてくる歌なんですよ。熊本出身のね、島田彩さんで。新番組、オールナイトフジコが、もう1回目が終わったんですね。うん。生放送で。うん。どうでした？もちろん見てないよね、お前。いや、ちょっと遅くてね、次の日早かったでしょ？そうね。うん。見れてないんですよ。録画とかはしてる？録画とかはしてます。見るつもりはあるの？もちろん。お前はほんと見ないよね、俺が出てるやつ。見れない、あんな遅い時間。次の日早いから。普通さ、これどう、お前、その、俺なかなかだと思うの、オールナイトフジコって結構のその規模的に。いや、すごい力が入ってるってこと、ね。あんま気にならない、うん、いや、気にならないことはないけど、いや、タイミング的にね、それで終わった後すぐさ。花を送ってくれたじゃないですか、番組の方。僕のね、ありましたよ、名前で。はい。それは盛り上がってましたか？いや、なんかお前んとこだけ拍手がなかった。なんでだよ。そう言ったけど。どうしてだよ。俺もどうしてだよとは言ったけど。そうですね、うん。めちゃくちゃシンプルに、一言で感想言うなら、もう、とにかく楽しかったわ。最高。なんかね、独特というかさ、フジテレビに、もう夜の11時入りとかで。まあ、なかなかないよね、そういう番組はね、今。で、みんな集まってきて、で、大人たちがやっぱ初回っていうのもあって、むちゃくちゃ多くてさ。で、なんかお祭り感エグすぎて。なんだろうな、本当に今から飲み会始まるぐらいの感じというか、大宴会始まる前の感じ。ワクワクが止まらない。ワクワクが止まらないで。やっぱ不安ももちろんね、あったんですけど、ただ始まってみりゃもう、という間というかね、佐久間さんと森田さんとの、もうやりやすさったらないしね。あ、そう。そんなにね、一緒にはやってないはずなのにね。佐久間さんも、そう、ゴッドタウンも俺らも何回かだけだし、その、トークサバイバーとか去年、ね、出させてもらいましたけど、でも、佐久間さんと絡むってこともそんななかったし、めちゃくちゃ喋りやすい。で、進行もめちゃくちゃ、佐久間さんがやってくれるから。あ、そっか。佐久間さんが進行なんだもんね。そう。だから俺と森田さんは、まあその、裏回しじゃないけど、好きなことサブ MC みたいな感じで、もうずっと自由にやらせてもらえるし。なんか、嬉しかったな。成功だったんですか、じゃあ。だと思うんだけど、でもこっからもっともっと面白くなりそうな感じで、本当に、だってリハだってお前さ、11時に入って、1時からスタートで、で、12時ぐらいに一回スタジオ行って、最初、オープニング、ここからスタートします。で、こっちの方、立ち位置移ってくださいって。っていうのを、3分くらいやって、はい、じゃあリハーサル以上になりますって言われて。もう何にも。もういいんだ。もうほぼほぼ、フリーというか。手探りのまま、世界一短いリハ。もうライブと一緒。もうそういう方針ってことだね、もう、ね。そう、だから本当にその場その場で、どうにかしていくみたいな番組になりそう、これからも。すげえ楽しかった。女子大生の子がいっぱいいるんですね。14人ぐらいかな、それは普通の女子大生ですか？本当に普通の女子大生。そのなんか、モデルやってるとかじゃなくて。ね、いない。何人か経験したことある子はいるのかな、わかんないけど、でも、フォロワー、インスタのフォロワー2万とかいたら、なんかインフルエンサー的なことじゃないの？うん、いや、2万じゃインフルエンサーって呼ばないじゃん。いやいや、でも、何かしらやってる。でも、ミス何々とか、その大学のね、の子とかはいるだろうけど、本当に人前に出て喋ったことがないっていう子たちばっかりだから。それがどんどん慣れてくってことね。カラサギ的なことね、さんまさんの。ああ、どうなんだろうな。カラサギとまた、別のあれだと思うけど、あれはだって、なんつうの。もう、酸いも甘いも知った女の子たちってことじゃないか。まあ確かにね、いろんな人がいたけど。そうそうそう。だって、18とか19とかいるからね。そう。で、18から19、18から22歳までか、大学生だから。まあ、その、何なんて言うんだっけ、大学院行ってる子もいるから、その子とかもうちょい行ってるかもしれないけど、もう今のところは普通の、だから、でも、普通の子なんだけど、やっぱちょっと、乃木坂のさ、その5期生の子たち、乃木坂スター誕生、やった時の、あの感じともまたちょっと違うというか。そう、デビューして間もないご帰省と一緒に番組をやった時の、あの初々しさと、またちょっと違う感じの初々しさというか。まあ、乃木坂の方がおしとやかな感じがあるというかね、ちょっと、まあ、あんまり、ね、その、最初は緊張感もありつつみたいな感じだけど。こっちはこっちでね。だからみんな、
なんだろう、どういうモチベーションなのかが、わかんないから。うん、どうだろう、あれから売れてやるっていう人が多いんかな。っていう子もいるんじゃない、うん、わかんないけど、そっから先、この番組を皮切りにというか。うん、まあ、いるでしょうね、でもそういう人もね。うん。うん、で、なんかサウナの企画みたいなのがあってさ、うん、モリツさんが、その藤子ちゃん、藤子ちゃんたちって言うんだけど、うん、その大学生の子たちを、うん、そのうち二人と、一人ずつサウナに入るのよ。うん、で、藤子ちゃんは私服のまま入るの。へぇ。で、サウナの中で話してて、うん、藤子ちゃん暑いから出たいんだけど、うん、モリツさんが出さないように、うん、こう、お話をするみたいなことをやってたら、うん、本当に生放送で打ち合わせとかも全然そんなのなかったんだけど、うん、その女の子が、うん、アンナちゃんかな、うん、確かが話してると暑すぎて、うん、もう上着脱いで、ちょっとキャミソールっていうか、うん、下着みたいな。みたいなのがあって、なんかそれがなんか、うん、それも、多分昔のオールナイトフジだったら、うん、もっとエグかったんだろうけど、うん、今はそのいろんな、さ、規制とかが、すごいじゃんか、うん。だから、昔みたいにみたいな、まあ、そもそもその、ああいう風にやろうっていう風に思わなくていいと思うんだけどさ。ただその瞬間がさ、なんか、うん、とんでもなくスタジオが湧いてさ、うん、なんか。あの時の懐かしいテレビが帰ってきた。懐かしいテレビが帰ってきたっていうか、なんかそれだけでもなんか一個ちょっとハプニング起きた感じになるというか、うん、全くそう、そんなつもりもなかったから。うん、なんか、生放送のテレビの、うん、感じをみんなで味わいながら、うん、で、毎週毎週、こんな風になんか思いもよらない方に行くんだろうなと思ったらめちゃくちゃワクワクするよね、やっぱ。毎週楽しみですね。毎週楽しみです。次こそ見るわ。え？次こそ見る。なんでもう1話目は見ないって決めてんの？やっぱ生もんだから。でもだって、来週だってお前次の日早いよ。じゃあ飛行機で見る。録画して。うん、本を渡させてもらったじゃないですか、うん、あなたに。うん、はい。僕が書いた、うん、一旦書かせていただきます、はい、絶賛発売中です、うん、読みました。いや、これがね、うん、読むなって言われたの、伊藤に。いや、言うじゃないですか。マジで。それは読まなくていいよって言われたから、うん、伊藤が死んだ時とかに読もうかなと思ってる。いや、もう、うん、その俺が死んだ時のような話なんて全然書いてないし、なんか、全然違うだろうし、俺が死んだ時と、俺書いた時の気持ちは。うん、で、伊藤が死んだ時にオールナイト藤子を見るし、ん？伊藤が死んだ時にオールナイト藤子を見るから。大変じゃない？まとめて見る方が。2時間生放送何年分録画して見るのかと。伊藤は元気だったからこんな頑張ったんだっていうのを、やっぱこの、恥ずかしいじゃん。伊藤が生きてる時にさ。俺は全部見てるよ、お前が一人で出た時。ほら、オズワルドさんち。頑張ってるな。ほら、ここがオズワルドさんち。だからその藤子ちゃんとかもね、十何人いるから、ちょっと名前もね、うん、これからまだ覚えてないからね。そう、まだその、うん、結構バッタバタだったから、うん、そんなに絡めなかったんですよ。うん、藤子ちゃんたちとも、はい。で、ここからちょっとね、誰がどういう子なのかっていうのをね、うん、知っていけたらなと思うんですけど、ね、で、素人企画みたいなさ、うん、素人企画というか、なんかコネシートみたいなのがあって、うん、共演者とかスタッフさんとかに知り合いがいる人はいつでも出れるみたいなシステムなの、うん。で、ツイッターで番組中に募集して、うん、何か訴えたいことがある人とか、うん、やりたいことがある人はフジテレビ前に集まってくださいっつって、もうほんと、アルタ前集合みたいなこと。アルタ前集合みたいなこと。うん、で、集まって、本当に、うん。夜中に。うん。もちろん多分、飲んでそのまま見てて来たんだろうなって人もいるし、うん、普通に、後から知ったんだけど、うん、アイドルみたいな、バンドみたいなのやってる子が告知に来たりとか。うん、で、来て、うん、スタッフさんが面通しして、スタジオにあげるみたいな。うん、なるほど。一応ちょっと面接的なことはあってね。軽い、まあ、面接っていうかその素性がね、うん。あまりにもちょっと。そう、テレビに出して大丈夫な人なのかっていう。うん。そんなワクワクとかもね、うん。毎週毎週誰が来るのか。確かに。どんな事件が起きるのか分かんないというか、うん、本当に生放送ならではの番組になっていくんじゃないかなと思いますんで。うん、で、攻めた内容でもあるし。ドリック感動したんだけど、真心ブラザーズさんが、番組の本当エンディング前ぐらいに来てくれて、サマーヌードを歌うのよ、うん。信じられないぐらいかっこよかった、マジで。ヨーキングさんも。
生演奏とか。うん。で、もう目の前で歌ってくれて、うん、俺らも横で見て、で、佐久間さんとかも大ファンだったらしいから、うん、めちゃくちゃ興奮してたし。うん、佐久間さんも知らないんだよ、それが来ること。だからさ、その、うん、でも世代が、本当に違うんだなって思ったんだけど、うん、その、サマーヌードを、その、ヨーキングさんとか、ヨーキングさんとか、あの、マゴコロブラザーズさんが歌って、うん、で、そっからエンディングで、うん、で、大団円みたいな、うん。で、終わった後、俺がエゴサーチしてたんだけど、うん、番組の。したら、多分ね、もう世代じゃなすぎて、マゴコロブラザーズさんを見たことない子たちとかも、見てるから、うん、あの、ヨーキングさんの歌い方を見て、うん、なんでこんなにこの人やる気ない歌い方してみたいな、失礼テレビ出てるのにみたいな言ってる人がいたんだけど、うんうん、え、知らないんだこの、ね、この感じのヨーキングさんの、うん、あの、気だるい感じというかさ。知らないにしても、調べるけどな。な、絶対さ、うん、誰なんだ、ね、なんでそんな見たまま言っちゃうんだろうと思って、うん、でもそういう人たちを、なんつうのに向けてというかさ、うん、あの頃のオールナイト富士を見てる人たちだけに向けてやってもしょうがないじゃんか、うん、そうね、新しい人とかも。そうそうそう。だから20代とか30代のね、うん、人たちにとってね、ちょっと何年か経って、うん、あの頃あれ見てたわ、みたいな番組に、ねうん、なっていってほしいですけれど、ね。ちょっと楽しみです。はい、来週から。どっかね、タイミングあったら、見てくださいよ、うん。ちょっとね、伊藤が生きてるうちにじゃあ。大丈夫ですか？はい。ちょっと。何ですか？鼻水。鼻水がね、いや、そうなんですよ、今日。うん、風邪かな怖い。怖いって、お前な。風っぽいな。まあ、じゃあ一旦めっちゃメールテーマ行きましょうか。行きましょう。はい、今週のメールテーマ、はい。伊藤のエッセイに帯を書くとしたら。そうですね。はい、先ほども申しましたけども、うん、今月発売になった私、伊藤のエッセイ、うん、一旦書かせていただきます、はい。この本の帯に書きたいコメントを募集しました。ね、これはどうなんですか、はい、結局売れ行きの方は。わかりません。わからないんだ。今何部売れてますとかって。その分かりませんっていうのは、あの、聞いたんですけど、うん、その、普通、すごく。普通、その、うん、思ったほど売れてるわけでも、こんな売れないかってわけでもなく。だからその、ツイッターとか、ラジオの告知の限界はもうピークに達してると思った。それを見てる人っていうのはね、うん、意外とツイッターやってる人なんて少ないもんな。だから本当にそれこそオールナイトフジコとかで、突然出して告知して逃げるように帰っていくしかないかもしれない。確かにね。それもありでしょ、だって、うん。生放送だし。まあまあまあ、その辺はちょっと作戦考えますけど。うんはい、じゃあメール行きましょうか。はい。はい。では、ラジオネーム、ババファイさん。ババファイさん。一気に8ページ読んだ。これはね、吉本の会長、大崎さんの本の帯を書いた、松本さんの、はい、松本人志さんの、一気に8回読んだを引用しました。うん、少ないですね。8ぐらいで止まったんだ。これ本当に読んでるとしたらショックですね。うん、一気に8ページは。1話も終わってないんじゃない ?8 ページ。1話ぐらい終わってるか。1話、てか前書きが終わったぐらいじゃないですか。8ページなんて。全然進んでないじゃん。なるほど、なるほど。はい。続いてラジオネーム、緑村紀子さん。緑村紀子さん。どれが本物の伊藤俊介かわからない。さすが漫才師だ。ちょっとわからない、ね。めちゃくちゃっぽいな、でも、はい。でもこれはね、大島優子さんの写真集、うん、ユーラリ優子を参照にしてるらしい、うん。なんでみんな引用してくんだよ。ユーラリ優子。帯って多分、うん、あ、でも、この人が言いましたって言われたらでも、うん、ピンとくるようなことだけどね、なんか。確かにね。ちょっと深い感じとか。うんいいじゃないですか。はい。続いて、はい、ラジオネーム、渡辺パチオ。はい。心地いい眠りに誘うこの一冊。ちなみに、ブレインスリープピローが届くまで、僕はこの本を枕に使います。で、前回ね、渡辺パチオ、お礼がないのかという、ふうに言ってたと思うんですけども。今日もないね、お礼が。いや、ちゃんとあるんですよ。え？ブレインスリープピロー本当にありがとうございます。まだ届いていなくて、使ってみてから感想も含め、感謝のメールを送らせていただこうと思っておりましたが、うん、まずはありがとうございますと伝えるべきでした。うん、大変失礼しました。いいやつなんかめちゃくちゃ、律儀なやつ。渡辺パチオ、いいやつなんかめちゃくちゃ律儀だった。はい、なるほど、うん。いいじゃないですか。続いてラジオネーム、蛇使い座さん、はい。もう好きです。不安です。上沼恵美子。いや違う、お前として送ってこいって。そうなんだ。上沼恵美子さんが書いたとか。書いたとかじゃないのよ、うん、だから。この人が好きです、ファンですからね。そうなんで。まあ、こんなあったらすごいけどね。上沼さんがね。いやー、これはすごい。
なんかみんなちょっと書きそうなの送ってくるんだけど。確かに。うん、続いてラジオネーム、ゲンモンゴロイドさん。はい。幸福感は月のようだ。うん。満たされているのに、欠けているように感じる。欠けたことなどないのに。ちょっと意味が。意味がありそうな感じで。そうだけど意味が。それこそこれを誰か松本さんとか、うん、カズレーザーさんとか本当に書いてたら、うん、なんか深いなーってなるんだけどな、うん。でもこういうのあるよね、たまに。確かに。ちょっと読み解けないぞっていう、ね。そう、うん。難しすぎるぞっていうのがある。濃いな、これも。続いてラジオネーム、穴あき靴下さん。はい。シミケンが書いた伊藤さんの本の帯。はい。この本が一冊あったら、もう善意は必要ないのかもしれない。俺そんな内容じゃないのだから。でも全員読んでないんじゃないこれもしかして。読んでない可能性もあります。あと、シミケンが書いたらとかじゃないからさ。何度も言いますけど。シミケンが帯を書いた場合ね。はい。最後、ラジオネームマイペース。帯から上の部分がテーブルに座ってる伊藤さんの上半身になっているので、帯の部分にはリアルな男性器のイラストを書いておけば、伊藤さんのヌード写真集と勘違いした人が買ってくれると思います。何言ってんのマイペース。帯でも何でもない。何でも趣旨をマイペースらしくない。どうしたの？趣旨を間違えてますね。趣旨を間違えてるマイペース。まあこれが帯なのかもしれないけどね。あ、なるほどね。買ってくれると思いますっていうところまでね。うん、買ってくれると思います、はい。どうですか、お気に入りの帯ありましたか？ちょっともう一回見ていいですか？はい、本当にでも、うん、ちょっとください。うん。え？嘘だろこいつ。今畑中がメールね、うん、今畑中が読んでたから、はい、僕にメール渡してもらおうと思ったら、はい、思いっきりアクリル板越しに渡そうとしてきてアクリル板ぶつかってましたわ。なんか透明すぎて見えなかった。ちょっとなんか目トロンとしてない？いやだからもう完全に風です。いやだから完全にもう帰りなよ。もう完全に風邪ひきました。なんか今日ずーっと おとなしいというかなんか、うん、あれだなって思ってたけどもう帰りな？もう完全です、これは。うん。うん。これかな？幸福感は月のようだ。うん。満たされているのに欠けているように感じる。欠けたことなどないのに。深そうだね。いや、やっぱセンスあると思われたいからね。うん、これそうです。まあ、いいじゃないですか。ありがとうございます。はい、それではここで一曲お聴きください。真心ブラザーズでサマーヌード。はい。何か企んでるかを最後の花火が消えた瞬間浜には二人だけだからって波打ち際に走る T シャツのままで泳ぎ出す5秒に一度だけ照らす灯台のピンスポットライト小さな肩神様にもバレないよ地球サラウンドの波時が溶けてゆく真夏の夜夜風は冬からの贈り物止まらない冗談を諭す世についてくるお月様走る車の窓に広げはためく T シャツよ誇らしげ神様さえ油断する
きいただいたのは真心ブラザーズでサマーヌードルでした。やっぱこの歌聞くとなんかエモいというかね、なんか昔のこととかすごい思い出しますよね。あとなんかどう、この歌になんか思い出とかある？俺はなんかバカだから歌詞の意味とかもなって言ってるか全然わかんなかった。そっか、わかった。なんかごめんな。うん、もう帰んな。ごめんね。はい、というわけで畑中返しました。なんかずーっとね、飛行機降りたらへんからもうトロンとした顔してたんで、まさかと思ったんですけど、ちょっと限界みたいです、ここが。で、番組としてもちょっとあのテンションのやつをラジオに出すわけにはいかないので、ちょっと変えさせていただきましたということで、ここから私、伊藤一人で変えさせていただきます。元気いっぱい盛り上げていきましょう。それでは行きましょう。G 聖の句。一人でこちらのコーナーやる日が来るとは思いませんでした。こちらは作家の瀬尾先生が考案したコーナーです。日々、悶々として G にふけているチェリー作家の瀬尾先生。時折 G 行為中に一句思い浮かぶことがあるとかないとか。このコーナーでは G を題材とした生涯最後の句を募集します。必ず季語も入れてください。ちょっとね、元気よく始めたいところなんですけれども、ちょっと僕も僕でね、文流の、ね、すっごく美味しかったんですけど、なんか中本とかね、行った後もちょっとお腹痛くなったりするじゃないですか。僕完全に今文流の、ね、腹痛が今、くわーっと込み上げてきてましてね、少しだけちょっとトイレに行かせてもらえないでしょうか。少々お待ちください。すいません。ちょっとごめんなさい。すいません。お待たせしました、皆様。今ですね、お寺の方行かせていただきまして、文流さんにいただいた油をすべて流し切って、前戻ってまいりました。オズワルド伊藤です。よろしくお願いします。本当に誤解ないように、これだけ、ね、覚えてほしいんですけど、文流さんほんとめちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんなんで。で、これほんと、中本とかもね、さっきも言いましたけど、やっぱ美味しいけど、やっぱりちょっと、お腹下したりするじゃないですか、辛すぎて。なんかそういう感じというか、味はほんとめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さん、行ってみてください。それではじゃあ、コーナーの方入りたいと思います。まずは、ラジオネーム、猫のしっぽ。ともしびに、一人吹けるは、のどかなり。ちょっともう、やっぱわからないですね。ちょっと解説読みますね。すいません。家族が出かけて、誰も家にいない夜、スマホを見ながら、のんびりと G 行為をする様子を表現しました。ともしびにってそういうことか。なるほどね。確かに家族がいる人の G 行為ってのはなかなか、難しいですもんね。僕中学校の時、自分の部屋なくて、おばあちゃんと同じ部屋だったんですけど、どうしようもなくておばあちゃん寝てる横でオナニーしたことありますよね、やっぱ。これはね、本当に後悔してることの一つでもありますね。起きなかったから、まあまだ、やっぱり良かったんですけど、本当にチンパンジーだったんで、あの頃、どうしてもオナニーしたくて。したことあります。気持ちわかりますよ、これ。さあ、続いて。ラジオネーム、なめこの時は赤味噌。花数え、久しき君に見つためる。あ、でもこれはなんとなく言ってる意味わかりますよ。一応解説がありますから。単身赴任中の夫が帰ってくる日から逆算して、数日前から G 行為を控え、性欲を貯める様子を歌いました。ていうか、女性多いな。女性の講談になり始めてるの、なんか。これはめちゃくちゃわかるわ、でも。これ男の方がわかんじゃないですか、多分。ね、彼女とかいる人とか、奥さんいる人とか。なんかこう、毎日毎日って、なかなか、別に、なんか気持ちがなくなったとかそういうんじゃなくてね。あ、ちょっと俺がこの話するの生々しいな。今俺がその話するの生々しいな、ちょっとな。うん。でももう気持ちはわかります。これはみんなそうだと思う、多分。
なんかその木に合わせてっていうのはすげえわかる気する。はい、じゃ続いていきましょう。ラジオネーム、マイペース。忘れじと、走る私のつむじ風。いや、もう無理だって。何が G 行為なのこれだって。一応読みますけど、外で偶然エロいものを見つけ、それがまだ鮮明なうちにおかずにしようと、急いで家に戻る時の足の速さは、つむじ風を起こすほどだということを歌っています。あ、もう言われてみたらわかるわ。なんかこう、なんでしょうね。こう、AV よりもグラビアの方がエロく思える時期ってあるじゃないですか。で、グラビアよりも、今度はその日常のそのハプニングの方がエロく思える時期とかってやっぱあるんですよね。なんかそういう映像を早く家に持ち帰りたいみたいな気持ちはね、わかりますよ。マイペース。いいじゃないですか。最後ですね。ラジオネーム、週刊少年芋焼酎。新学期、お前も包茎安心す。新学期、お前も包茎はてなんですね。安心す。ちょっと賢そうに思われたい終わり方がすごいムカつきますね。やっぱ安心すってのは。で、早くない?新学期でその、包茎かどうか確かめ合うぐらい仲良くなれるかすぐ。もちろん夏前ぐらいにさ、それぐらい仲良くなったぐらいからじゃね、包茎かどうか確かめるなんて。あ、早く安心したい気持ちはわかるんだけど。そのなんか、こいつが包茎かどうかによって喋り方変えるみたいな、そういうスタンスってこと?そんなに仲良くなれる気しないけど、包茎かどうかって。まあ、高校生ぐらいだったらもう割り切ってんのか。中学生とかだと逆に言えないと思う。ありがとうございます。素晴らしい人生の句の数々でした。それでは、先生にお手本見せてもらいましょうか。はい、作家の瀬尾です。よろしくお願いします。瀬尾先生。ありがとうございます。なんかこう、何回かね、スランプみたいに続いて、はい。で、先週ね、スランプ抜け出しと思ったら、ちょっとだけ、もう一個高みに行きすぎて、何を言ってるのかよくわからなかったんですけど、はい。今日はどうですか?大丈夫そうですか?どですかね、半々ぐらい。半々ぐらい。あ、でも半々ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。はい。真ん中いけるというか。じゃあいいですか。はい。瀬野先生の G 生の句、お願いします。はい。天の川、彦星がした写生かな。一応聞いてもいいですか、どういう意味か。あ、そのまま。そのままですか、じゃあね。まあ、彦星と。織姫が会えない日って割と続いてる、はい、うん、うん、あ、だからドバッドバッて一年分出たのが天の川だと言って、はい、なるほど、素晴らしいです。ここがオズワルドさんち。ほら、ここがオズワルドさんち、エンディングのお時間です。はい、というわけでちょっと畑中で途中で帰っちゃったんですけれど、皆さんのご心配なく本当に来週にはね、きっと元気な姿をまた見せてくれると思いますんで、はい、心配な気持ちはわかるんですけども、どうかあいつの帰りを待っててもらって、にまたあいつとね、皆さんの前でこのオズワルドの俺と伊藤と畑中のセッション皆さんに聞かせられるようにね。俺もあいつが戻ってくるまで俺も待ちますし、皆さんもあいつが戻ってくるまで信じて、待ってあげてください。お願いします。で、ちょっとメールテーマなんですけれども、なんか今日はあれですね、自分らで言うのもあれですけど、ちょっと下世話な話多かったですね。うんこが多かったですね、なんかね。途中退出もね、あったりなんだりね。あれなんですけど、ちょっとじゃあ、平島さんがね、結局、そのモグラがうんこしてたのをね、もうずっとバカにして、いじり続けてたのに、最終的に自分が山の奥の方でうんこしちゃう結果になったということで、〇〇を笑うものは〇〇に泣く。〇〇を笑うものは〇〇に泣く。できましょうか、テーマ。平島さんはうんこをバカにしてうんこに泣いたわけですけれども、これ別にうんこ縛りじゃないんで、皆さん。うんこに限定して送ってこないでくださいね。〇〇のところは、皆さんで考えてもらう。お金でもいいですし、何でもいいですよ。
で、このテーマをね、せっかくこのお昼のね、爽やかなラジオみたいなテーマにしてるんで、うんこ縛りとかじゃないですからね、これ何回も言いますけど、こんな言えば言うほどな感じもちょっとしますけど。で、メールテーマは〇〇に、〇〇を笑うものは〇〇に泣くで、募集しております。ぜひ送ってください。メールの宛先は、oz@tbs.co.jp です。ozu@tbs.co.jp です。メールが読まれた方には、ここをずステッカーをお送りします。今日の放送は、ラジコのタイムフリー機能で1週間限定で聞けます。そして、ポッドキャストでは、本編の再編集版とアフタートークを配信します。ぜひお聞きください。はい、それではここまでのお相手は、オズワルド伊藤と、おとどっこでした。TBS ラジオでお聞きの方、山里さんちはこの先です。おー、伊藤、はい。あ、終わらせてくれなそうですね、ちょっとね。